どんまめるどんです。今回は火炎取り直そうか迷ったけども、なんかごめん、みんなの声がよぎっちゃった。お前なんで毎回お前の動画って床と壁壊してんだよって今思いましたよね俺さ、めっちゃ後悔してんだけどさ、俺、なんでこれこう思ったかっつうと、俺前ネットでメルトンでエゴサしたら出てきた結果が土木系実況者だったんで勘違いにも程があるだろう。違いますからね。それ解体業の人とかそういうんじゃなくて、裏技目的でゲーム内で床鉄骨化してるだけですからね。これ攻略ですからね、攻略。違いますからね。なんかね、数日前にこれ検索して出てきたんだよね。ちょっと心のどこかで俺気にしてたんだよね。あれ俺鉄骨しすぎたのかなって、心のどこかでずっと引っかかってて、なんか今日壊したらなんかよぎっちゃったよすいません、本題入ります。ですね、何やるかって言ったらマジで工事関係ないんですよね。今日何やるかって言ったら火炎弾、タチャンカの火炎弾、壁と床に当たった瞬間すぐキーバックするようになったっていう技があるんですよ。これね、めちゃめちゃ強いのが、接敵してる段階で床とか地面にパンって打つと一瞬で燃やせんだよね。だから敵の詰めてくるのをいきなり止めたりっていうのがこれできるようになった。起爆までの時間がマジで短い。っていうかね、なんでね工事したかっていうとね、一応説明させて。なんだよこいつ、嵐行為じゃん言われちゃったりするんですけどね。いやこれね、リテイク調子しやすいのと、気が散りまくってて俺に気づかないで、気づかないから索敵も多分省いてる。ほらライオン使ったでしょ、これ動かなきゃバレないから。位置がバレた。え緊張しちゃった。裏待って、裏技が成功するかもと思って今緊張して指を動いちゃった。何やってんの俺。ちょっとこれ待って、キッチンの方向に行かせたい。ここのハッチ開けたやつ俺許さねえ。あんなが今映った、ここにいるぞ。もうバレても大丈夫。これね、リテイク調しやすいんだよ。ちょっとここ開けとくか。この落とし戸だけは絶対使わせたくない。あれで、この落とし戸、あれちょっとやばくない？オッケー、火炎の裏座やるよ。オッケー、火炎の裏座やるよ。これ、ちょっと待って、これ、絶対向こうが行ってる。いや。うまい、ブルー。廊下側、ピークがないなら、これ、計画的には廊下行きたい。祭壇クイックリーンして打ち返してこなかったら祭壇2だね。廊下1人、祭壇1人か。で、この廊下いなかったら祭壇2確定。祭壇2確定だね。こいつやって、あと左角にいるね。これね、あえて火炎弾打たないんですよ。これね、ちょっと見てて。これ裏技やるよ。これね、地面に打ちます。はい、で、すぐ起爆します、これ。で、ピーク抑える。よしよし、これね、あれですよ、実況者的にはね、これクラッチを決めて裏技で倒した、これポイント高いです、これ攻略動画としてこれね、ポイント高いです。だけど工事が迷惑そうに見えてるので、これマイナス点なんでプラマイゼロですね。終わりやん。最近ね、SNS とかでね、メルトンさん面白いとか言って、メルトンみたいな感じで結構ね、気さくな感じの人が増えたんだけどさ、結構みんな容赦なくてさ、俺のことを土木系実況者って言ったりさ一番俺さ泣きそうになったのはさ、オーバーウォッチっていうゲームで今プラチナ隊っていうところでスタックしてんのよ、ランクが。で俺シージでさ PG って言ってさ、プロゲーマーの略称として俺 PG なんで、いつもカッコつけてんじゃん。オーバーウォッチだとプラチナゲーマーっていう風に煽られてんだけどさ、SNS で書いてあったのがびっくりしたのが、PG って何、メルトンの配信の PG って何の略、何プラチナのゴミ、言いすぎおい、言うあーだ言いすぎやろ、プラチナのゴミやばくない、もう俺何なの本当に。あー、もう嫌です、このゲーム嫌なのです。なんで俺こんなね、もう一回またね、この工事してるかっていうとね、これ有利に進むからです。敵がめちゃくちゃ索敵したりする、さっきと一緒。
もういろいろずっとやってるけ どもう解体しまくってるけど、今日もうずっと一緒。あ、ちょっと火炎のやつやるか。そう、火炎がねすぐ起爆するようになったから、今なんか2枚入ってたよね。これ展開シールドここに置いてるのマジ賢くて、これ裏表両方使えるやつなんだよね。ちょっとこれそれもやるわ。近づいてきた瞬間に手前に火焚いて、あの縦の向こう側行くんだよね。ちょっとこれ緊急避難用で走って移動できるし。あーもう開いてるねってなるじゃん。あの2枚開いたところに火炎瓶とかぶち込むとき、ちょっと待って、おい電話鳴らすな。ちょっとこの間に突っ込んできたら殴っちゃうよ俺。よくさ地面ギリギリじゃなくて壁に当てんだよね。壁、奥の壁に当てたら落ちてくる瞬間にすぐ火燃えるんだよね。いやこれそうなんだよ。あのね遠くの、お人引っかかってる。これ俺のこれ工事のおかげでしょ。カッパ引っかかったの俺の工事の賜物でしょ。そう、遠くの床はねダメだから、近くは床がいいんだけど遠くは壁が一番爆発だ。あとこういうところとかね、手前に爆発したいときね、ちょっと待って、馬力に打つの強いんだけど、ちょっと待ってね、まだね、ちょっとね、2枚の火炎は絶対突き刺せちゃダメだから、入ってきちゃうから、ここくそって入ってきた。あらになった。でここに入る。入っちゃう、入ってるキャッチのお尻にちょ、狭い入ってるぞ。俺の体内に入ってきた。このキャッスル重なっちゃったよ。おい、ちょっと何を言ってるの俺も。おつけベルトン、手前にね、たくときは床に打つんだよね。で、縦の向こう側行くと俺殺されないっていう、これ仕組みで、これ、あ、馬力入ってきそうだとき、あの、壁に打たずにこれも床とかに手前にドンって打つとすぐ起爆するんだよね。もっとかな、エイリーに床打つと、待って、いる、はい、オッケー。そう、これね、すぐ起爆するんだよね。そう、床に打つより遠くは壁、近くは床に打つとすぐ起爆する。これめっちゃ強いんだよね。まあみんなね、どういうこと、意味わかんないってなってると思うから、まあ簡単に言うと、とにかくどっか壁でも床でもいいから、当てたらすぐ火爆発するからやってくれ。人ともにピークする。いないと思っちゃったかな。60ダメージぐらい、多分あと3発だな。ブリッツちょっとね、盾やめてほしい。あの盾困ります。ブリッツ困るんだよね。火炎駆け抜けられんだよ。大丈夫かお前、なんか詰めてきてないか。まずいのですこれ、動かれたら困る。あれ、どいつが死んだ。あれ、火炎生きてるぞ。これね、スモークの中駆け抜けきそうだったら手前に木たくんだよね。そこが俺いない、待って、いなくな、おい、なんだあいつ、裏技だろこれ。おい、なんだあいつ、燃えないけど、ブリッツ裏技すぎるだろ、なんだよあれ。おい、お前一番立ちゃんかの、お前対策知ってるやん。こいつ殺す。え、ちょっと待って、あいつ頭良すぎる。まちょっと待って、俺のアンチなんだけど、いや、こいつ頭良すぎる。なんで裏で死んでんだ。裏なのか敵は。え、裏いなくない。え、お前どうやって死んだの。え、なんで正面通で裏死んだの。え、意味わかんない。本当に赤ピン、それマジで。わ、あ、なんで俺がゾフィアの機関銃を使ってるかって、え、理由知りたい、知りたいか。もう新シーズン1日前2日前ぐらいでもうネタ切れだ。息切れしたもん。ダメだ俺、終わりだ。大人の事情だ。うん、あ、これね、機関銃ね、コツがあって、打ちやめるとね、反動初期化できんの。これあーできちゃったね、これ裏技だからね。もうね、新シーズン明日か明後日来るんだよね。そうだからネタ補充されます、いっぱい。オッケー、もう息切れしてるよ。これね、なんで機関銃やってるかって、ちょっと真面目に言うんだけど、あの床の天井抜きが超強いんで、今機関銃の壁の抜きの威力、やっぱ前も言ったけど高いから、ゾビアの機関銃でぶっ破しまくったりすると、あ、なんつうの、かすりダメージでキルアシストっていうか確定変わんだよね。あれ、そこ床抜けなくね。ちょっとこれ待って、
隣どうなってたっけ。だよね、これ壊せなくね。そこめっちゃ強くね。そのポジション強ポジ的にこれ手前ぐしか開かないわ。ってやるとだいたい位置特定できるんだけど、右だなってなったら多分こことここ、あ間違えた、テンパりすぎ。この2つのところにしかいない。ここかここにいる。今回打って、あ、キロシャ入ったぞ。多分合ってるわ。そう、こうやってんだよね。いや、なんかわかるかな、伝われ。機関銃ぶっ放してからインパクトやると大体居場所なくなるんだよ。はい、ということで皆さんぜひタチャンカやってみてください。ということでメルトンでした。バイバイ。次新シーズンかも。